止まってるよ。待って。そうだね。つながるかな。今ここは大丈夫。皆さんこんにちは。今日は豊田市民文化会館からライブ配信始めます。会長こんにちは。はいこんにちは。はい皆様お待たせしました。はい、今日はちょっとスタッフがね今出払っておりますので。はい、はい、私自代理でございます。はい、あれじゃあこれから説明してあげる。早速ね中に入っていて、そうなんですよ、入り口にはねこれも結構何回か紹介してるライオンちゃんなんですけどね、この子が入り口で出迎えておりますんで。はい、こんにちは、ね、皆さん可愛い顔してるよ。そうなんかねちょっとね、うん、顔がアジアンチックでなんかくるくるくるっとこの辺のくるくるとかがね体にいっぱい描かれてる面白いライオンちゃんです。レンタがどうかちょっと怪しいところに行きましょう。でこちらで皆様お手の消毒とか連絡先が記入などコロナ対策をして皆様を、ね、お待ちしておりますので。はい、お待ちしてますよ。はい、来年の際には皆様 ご協力よろしくお願いいたします。ペパチグッズコーナーですね。世界最近のあ、はい、さあ目の前は大きいリリングサイズでございます。そうなんですよ。結構ねちょっと2センチぐらいあるふかふかなのを紹介してっていうことで、はい、ご要望いただきました。ご要望いただいてて、私なんて、私の子がですね、2センチあるかどうかちょっと試してはないんですけど、もう担いだ時に重たいっていう子は大体熱いので、こちらです。こちらどうですかね。結構分厚いですよ。2センチある。あるでしょ。ある。これはもうかなりもっちり、 そして重たい。そしてね柄もめちゃくちゃ可愛い、見てくださいこの美しい水色とグレーの組み合わせです。そう、斜め左上かそちらの方が染色で作られたグレー色が濃くなっていく、すごくね素敵なねグラデーションのリアクティです。単色系とこのグレーの相性すごくいいですよね。くるっと回ってみましょうかね。ちょっとね今回オスモンっていうものを使ってなくて手で持ってますので、手ぶれすいません。手ぶれがどうか、手ぶれすいませんが、すごい明るくなるね。こういうもの綺麗ですよね。はい、この子は結構厚みがあっておすすめ。そうです。サイズがいくつぐらい、はい、サイズしましょう。244-200です。はい、本当にちょっとまあね正方形に近くなってくるんですけど、また首元が舐めるように撮っておりますが、舐めるように、この舐めるように撮った映像は YouTube ですね。わっびっくりしちゃうじゃん。笑ってるし、アップ禁止なんで。ビデオカメラ加工できないから禁止です。はい、そうこれと水色がすごいですね。爽やかな一枚です。とにかく分厚い方がね、うん、好きって方はねこれおすすめです。そうそう、分厚い子でね打ち込み強いってめちゃくちゃ重たいですよね。重たい。でちょうど今ねこの座ってるこの子もね、これも昨日インスタに上げてインスタの画像を見てこれも来てくださった方がいるんですけど、これもねこの水青の子よりは厚みはそんなにないんですけど、でももう全然申し分ない厚みです。このレインボーみたいなこのお色がね、これも可愛いですよね。この境界線お花の柄でぼかしが入ってるんですよ、ね、この前の色でぼかしてる、この前の色でぼかしてる、前の色でぼかしてる、すごい可愛いね。考えてますよね。そう、あとこの枠の部分にねこう生命の木とかお花の柄が描かれてるんですけど、これもぐるっとこう中心を向くようにね描かれてます。すっごい綺麗です。これもねサイズも先ほどのとよく似てるサイズなんですけど、これが248-204、ちょこっと大きいかな。はい、七色のね、もう部屋が明るくなって楽しくなる一枚。そうです。こんな感じで歩くとね、すごくふかふかなんですよ。皆さん、このグラデーションもすごい綺麗でしょう。いいですよね。淡い感じの色になります。そう。あと、重たいこと言えばね、皆さん、この列のずっと行ってきますか。ずっと行ったら、はい、わかりますよね、あの子。来ますか。あの子ですよ。
止まりますよ。止まってください。止まります。はいはい、はい、正解はい正解。これめちゃくちゃ重たい。多分この中で一番ぐらい、そう1、2争うぐらい重たいです、うん、その理由はやっぱり先ほど申し上げたように打ち込みの強さとこの毛足の長さ、めちゃくちゃもうもちもちっていう感じです。こう離すとペーンってこう、そうそうそう、こう分かりますか、床に張り付くこのパチンパチン、これがねすっごいしっかり打ち込みされてるんでね。で、あの両端が紺色で中に行くと一番中央が水色の淡いグラデーションになってます。なんかこのマス一個一個に書かれてる植物って何でしょうね。何だと思います、栗本さん。これはあのハエトリ食虫植物。なるほど。あれ違う。いや、あの違います。違います。違います。これはでも分かんないな。どういうお花の、これはでも架空のお花だと思うんですけどね。ね、栗子さんのね、こう思いで。だか、そっか。ここに何か獲物を取ろうっていう意図がない。それはないですね。アザミとかトゲのある植物とか、でもトゲっぽくないですよね。佐藤さんに後で聞いてみるかね。そうですね、佐藤先生お話できると今日そう、今日もたくさんのお客様がねお越しになっていて、すごくね、あの本当ありがたいです、どれも素敵ですねってコメントいただきました。 ありがとうございます。本当に素敵なんですよね。なんか壁掛けもできて、まあ浜松で、先々週も浜松で壁に行ってたんですけど、すごい、ルリバフすごい久々に壁に行ってくれて、はい、今日お客さんとも話してたんですけど、もう遠くで見るとここの列のね、このね一番上のね、あの黄色のマスだけでね、ちょっと間延びしてるんだよね。本当だ。壁にかけないと分かんなくて、やばい。すごい面白くて、もう遠目で見ると巧みに、そう、しだれ柳で隠してますね。そうそうそう、あと水色も発見。あ、そうそう、水色ね。このねマスがね、なんかもうこの一番あの黄色だけがねビヨンって伸びてるんだよね。確かに。それがね、あ、確かに、かけてみるとやっとわかるっていう。確かに四角もねちょっと長方形。そうそう。なんで結構この右の方がお姉さんがおったんじゃないかなっていう。ああ、四角、綺麗な四角になって。四角。で真ん中がもう四角長方形。そうそうそう。真ん中の子はひたすら原毛です、ね、そう、まあこれ一番末っ子かな。で左がこう次女。確かに両枠はかなりこう、ここの枠のね柄もすごく綺麗に出す必要があるので、難しくなりますよね。ですよ、これはねかけて気がついたっていう一枚。でも可愛いな、あのちょっとしだれそうでね、柳でぼかなんか隠してるって感じが。はい。でルリバフの中では結構地厚で、はい、サイズいくつでしょうか。サイズがですね、これが242、168、はい、ルリバフになります。ルリバフです。原毛のルリバフ貴重ですよ、ザクロもいいですけどね、こういうあの優しい色ルリバフの中では珍しいし可愛いですよ。これはね、かけて気がついた一番壁にかけてあったね、皆さんね、今日投稿した画像にもあったはずのね、ザクロのね、そうそう、あれも柄がない、ない、お嫁に来ましたね、気がつきゃないっていう、そうです、本当に、あとふかふかギャップで、じゃあパルデサイズどうですか。そうですね、私このさかなちゃんね、結構そうですね、私もこれもね、色もすごい優しい色で、ね、はい、これはね、重たい、本当に薄いこう水色グレーっていう感じの色で、これもね結構厚みがある、これも2センチはね余裕にあります。これでもう床に張り付くこの織、そうタンと、ね、タンとで赤いこの金魚みたいなお魚がめちゃくちゃ可愛いです。可愛いんです。あのでは後ほど後で、ね、120の80サイズまた見せていきますので、はい、行きますよ、はい、回っていきますね。かわいいね、お花もかわいいし、本当にこの原毛ではないんですけど、うん、そんなにどぎつい色じゃなくて赤が効いてますよ。そうですね、差し色の赤すごいかわいいです。そうです。で両端がこう生命が、うん、こういう細かい
お花の柄がたくさん入ってます。あとね、お、この赤いのこのぶにそう、まさかルリバフなんです。ルリバフの中でこんな分厚い子いるっていうぐらい、これも超分厚いです。打ち込みにすごい自信があるんでしょうかね、うん、やはりあのカシクリとかルリバフの糸が細いものになるとやっぱり柄を優先的に見せようとすると薄手になることが多いですね。でもこの子は見てください、ちょっと目じゃないのでね、すみません、分かりづらいかもしれないですけど、まあ目視で見てもおよそ2センチぐらいね、え、うん、この細かね、糸の細さでこれだけしっかりね柄が出てて、そうなんです、ね、ちょっとあのルリバフでも割とカジュアル寄りな感じで使いやすいですよね。そうですね、あの和風のところの糸すぎとかあると思う。でもねすごく綺麗なんですよね、縦にその木がね上下反対にこう作ってあります。可愛い柄ですね。本当にね柄もなんですけど、この赤色もすごく綺麗で、こちらにもこの子は出てる。だいたい右上の方に。あ、そうですね。今ねチラシのね、もう顔になってるギャップなんですよ。可愛いですよ。で、濃く見える方からですよね。かなりね落ち着いた。すごくね、めちゃくちゃ上品な赤色になるわけですよ。すごいすごい。ツヤ。サツさんはね簡単にやるけどこれ結構だ。こんな感じでどこから傷つか職人がいます、あそこに。あ、こんにちは。こんにちは。私のお昼飲みだね今日、はい、大丈夫、元気です。元気元気。あのこちらの壁にねかけるものをまた作ってくれてます。何のツボ？何でもない。落語家に見える。あの座り方とかもう完全に落語家。金槌があのなんかあのセンス。あ、センスに見えて。笑っちゃダメですよ。そうですね。ここも結構厚みのある中間かなっていうところですね。はい、そう、今ちょうど硬い床に敷いて箱を広げてあって乗っているから本当にふっかふかなんですよ。そう、ちゃっかりね、お客様の説明の時に乗ってたりするんですけど、めっちゃ気持ちがいいですね。そう、お客さんもね、ちょっと一回膝当ててもらうとかですね。はい、さあ、先ほどのリクエストのサイズ行きましょうか。あ、そうですね、ぐるっとあの他のサイズも少しずつ見せながら。そうですね、一番この会場の奥にオールド絨毯が、ね、そうなんですよ。オールドもね、もう私の大好きなおよみちゃんを。カードリーダーもね、なぜかここの会場、壁が分厚いのか、そうなんですよ、通りにくいところではあります。どう、大丈夫？あ、くるくるくるとはならないんですけど、ならない、大丈夫？ちょっと止まってたりするのかな。いや、かわいいな。本当にあのライオンちゃんね、貴重な大きさと縦向き。はい。ぜひあの鳥をポイントにね、皆さん。そうです。詳しくは。昨年のね、12月の沼津のイベントにてインスタライブしました。はい、ね、この辺もね、大きい傾斜があって、あ、こっちはかっこいいですね、ビジャー。あー、やっぱいいですよね。いいですね。一本今日大きいピザがお嫁に行きました。そうですね、お嫁に行きましたね。そう、もうね、ね、あれ多分肩に乗せるとね、なんか5ミリぐらい背が低くなってるんじゃないかって思う。ずんってきますよ、ね。ずんってくる。もう佐藤専用のピザが一本減りました。画像がビリビリだそうです。多分ちょっと画質が荒くなっちゃってるのかな。あ、すいません、今日 Wi-Fi をね、持ってくるの忘れちゃって。そうなんですよね。私のモバイルをあの切り崩しながらやってます。切り崩してずるずると。お、入り口に一回戻るか。戻ってみます。ねー、画像がビリビリだとせっかくの絨毯の柄がね。そうなんですよ。どうしよう、入り口の方でやる。
モハンマドがフリーになりましたよ。持ってきてもらう？電波どうかしら。あ、多分この辺はまだいけるわ。うん、佐藤さんこんにちは。お疲れ様です。こんにちは。モハンマドさん。みんなでこっち。今よく見えます。やっぱ入り口付近はよく見えます。やっぱ奥に行っちゃうとダメだ、佐藤さん。佐藤さん、今日は日本語なんですかね。日本語で喋ってるなんて珍しい。サラーム。なんで向こうはダメだ。向こうはダメだから、オールド佐藤塾ができない。こちらの入り口の方でやってください。佐藤塾。あとは120の80のサイズを、ね、うん、お見せしたいですね。そうです、ね。このお部屋の奥になりますね。ね、ちなみに佐藤さん、このさ、花でまず。これは分かんないです。分かんないか。花自体はこれ特定したら、ね、この宗教的にはいけないから。じゃあみんなが思うお花でね。そうそうそう。ハイトリムシで。ダメです。それはダメです。食虫植物はダメです。ダメか。よく見えますよって。よかった。この辺ないの、あの電波ちゃんとアンテナ立ってるんで。あ、この辺は大丈夫なの。そうそう。うん、なんでここでなんか奥に行けないので、この辺の絨毯で。紹介しようかな。そうですね。あ、どうしましょう。そうですね。また20の120行こうか。はい。行きましょう。行ってきます。あそこも大丈夫かな、エリア。行ける？もう本当にね、何度山を戻す時間もなく今すごく綺麗にしてくれたんで、はい、見やすいです、ね、赤見ますかね。どんなね、また結構皆さんスクショとかね、あとで何分何秒の画像が絨毯教えてとかね、それもありますね、うん、音声が多分遠くなっちゃった。可愛いですよ。電波問題も。そう、電波もね。多分後で見返すことできるかな。とりあえずは。音が聞こえない。どうした？声が小さいっていい。おえ、え、聞こえますか？おえって言った。どうしよう。おえ、おえって言った。何だろう。聞こえないです。聞こえない。うん、どうしような。治りました。あ、よかったです。よかったです。おえ、大丈夫？めっちゃ面白いな。やめて。うん、じゃあ次行きますよ。皆さんね、YouTube の方ちゃんと見えるんでね。あ、証拠が残ってしまう。治りました。治りました。かわいい。これの風景画もいいね。佐藤さんよかったら。うん。じゃあ一緒に行こうか。よいしょ。で、風景画ですね。いい色だな。こんな感じで、はい、戻しますね。さーっとね。今日このサイズも何枚を見に行ったかな。ね、もうめくっためくった。めくっためくった。下に置きまくってね。誰が誰の接客してるか分からなかったよね。この状態誰が見てるのみたいな。戻していいのか分からなかったけど。はい。あ、また画像が。あ、でももうどんどんオフになっちゃうな。なんとかじゃあ端に寄りながら。はい。はい、次、あともう一回あります。そうですね、ミニギャップもたくさんありますよ。はい、鮮やか。あ、ブルー綺麗。そうなんですよ、ブルーはインディゴで染められてます。じゃん。この青のグラデーションのギャップとかもあるんですけど、とっても綺麗なのでね。そうなんですよ。本当に皆さんスクショのやり方わかるかな。スクショ、そう、スクショしてね、これやりますかとかね、ぜひよかったらお問い合わせください。最近多いですよね、お問い合わせのね、うん、そうですね、うん、遠方の方からのお問い合わせもたくさんあってすごく嬉しいです。よし、そうかな、電波いけるかな。そう、最後の山行きます。はい、今ならいける。はい、今20名の方がご覧になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。一回でね。
わー、綺麗これ。これいいですね。ね、私も気に入りです、これは。よいしょ。この風景がもういいね。ここまでです。はい、ありがとうございます。これで、あの、今会場にある、120×80 のサイズは以上になります。一番上の黄色可愛かった。これかな、これ可愛いですよ。これ可愛い。しかもね、向きを変えるとね、わかりますかね、結構ピカーンと、ピカーン、こう鮮やかに綺麗です。そう、綺麗ですね。後ろのね、原毛のこの柄がね、反対にするとよく見える。何ですかね、これ石ころって言ってたけど、なんか石垣のようにも見える。すごい細かいね、うん、この円形をこう、こんだけ柄を入れる大変な作業なのでね。何の柄でしょうね、皆さんもね、よかったらこんな柄じゃないっていう意見あったら、ぜひよかったらコメントください。栗本さん、何の柄だと思います？これ僕ずっと木だと思ってたんですけど、よく見たら木の幹がない。幹がね、ないここに幹があれば、うん、木の枝ぶりだと思ってたんですけど、よく見ると、あ、また音声切れちゃった。幹がないなと思って。今聞こえますか？聞こえてますかね、皆さん。すいません、チキチキって、そう、ちょっと戻りますね。ね、多分ね、今ね、うん、熱々になってきた、スマホが。マジか。すいません、Wi-Fi がつながりにくい。そうなんですよね。多分、後ほどこのインスタライブ終わったら IGTV にちょっと投稿しますので、そこには多分ね、残ってるとは思うんですけど。そうなんですよ。いつも申し訳ないです。はい、特にこの会場ね、壁が厚いので。あ、佐藤さん、紹介する絨毯持ってきてください。はい、紹介したいの、ダッシュダッシュ。手伝ってあげようかな。スマホ降りてきた。めっちゃ切れた。これ使いやすいやつ。はい、来ましたよ。はい、ビジャーの、ビジャーの細長いセミランナーです。セミランナー。縦糸は、これは、これ綿ですね。縦糸は綿です。だから2メーターありますので、ベッドサイドとかキッチンでもいいですね。だからビジャーですから、すごくボリュームがありますしね。超ボリューム。なんか塩粒すら奥に入っていかないね。入っていかないね。塩も OK。 だから末永さんとこ使ってもらってもすごくいいよね。いや、私はいっぱいこぼすんでね。で、これがアフシャルビジャーの典型的なの、シルクが入ってる、ここ中に。まあ言ってたね、アフシャルって、はい、一個上って感じ。ビジャーの一番上。一番上。シルク入り。シルク入り。ビジャー。ね、シルクは使い方が、ビジャーではこんなシルクは使いませんのでね。キラキラっとするね、この白い部分がね。そうですね。シルクは沈みますよね。きつね色に変わって。あ、そうなんだ。これじゃあまだまだ白いから。まだまだ白いってね。だからキッチンに使うといっぱい油つくから、うん、そうするとシルクがもっと沈んでくるね。ベージュになってね。なるほど、美しい。こう水色とかこの辺のね、色がか差し色になっててね、うん、アーモンドアイみたいな、こういうアーモンド柄ですよ。すごいおしゃれ。そしてなおかつ丈夫。丈夫。サイズ2メートル。差がこれだけあるからね。うん。そして目打ちの詰め方がもう尋常じゃないぐらい可愛いですから、ね。そう、結構お客さんにこの革、これ何ていうの、ベルトって外してもいいのってこう聞かれることあるんですけど、別に外しても外しても大丈夫、どっちでも大丈夫、ね、大丈夫ですよ。この状態だと少しこのベルトの部分だけこんもりするから、うんうんうん、ただ気になる人はこの紐を、糸をパンって切って全部ほどいてしまえばいいですけどね、うん、ただ気にならなければそのまま使ってもらったらいいです、うん、はい、そういうことね。素敵だなぁ。このビジャーの1枚だけ。そう、もうこれだけ。これだけ、うん、そもそも入ってきたのもなかったね。そうですね、もうちょっと、うん、あの幅のあるやつがね、うん、1枚あったり。そうですね、2枚入ってきて、もう1枚は立ち見でお読みに行ったな、はい、あー素敵、いいね。そうか、どんな人今日買ったんだろう、ビジャー。全然私知らなかったな。素敵な絨毯。安心してペルシャ絨毯を売るんだったら、このビジャーが一番安心しておすすめできますよ、うん、フリンジをこう中に入れてもかっこいいよね。かっこいいですね。ね、 なくて なしでこうやって使っても、あの裾上げテープのみたいなものをこの、うん、
ペタッと貼って、あなるほど、アイロンかけてしまえば、うん、収まるし、あなるほど、なんかフリンジがなんか白っぽいって感じがするから、ね、気になる人は多いですから、これね、うんうん、全然こうやって入れちゃってもいいか、だからこの薄い普通のやつだったらこれが、うん、あのなかなか中に入らないですけど、うん、美女みたいにこういう重たいやつだったら、うん、収まりはいいですよ、だから伝統的なそのビジャーの模様出し。パスします。よろしいですか。はい。どんな柄かけます今日。ああ楽しみですね。高橋君が選んだ。かけるとどんな感じ？これ毎回もう壁掛けの作業はこんな感じで。まあ、展示会生配信なんで、生配信、生配信、そこでドジしないで、こっち左外れた、みんな注目してます、大丈夫、焦らずに、焦らずに焦って、お腹が空いて力が出ない、ご飯食べてたり、悪いことしたから罰なんで、そうなんです、もう悪いことすると滅失に広い会社なので、はい、OK、 来ましたか、あ、綺麗、そうですね、そうですね、加藤さんの次は100、はい、前回のそのレインボーのやつはすごくこうシャクル史上ものすごくこうボリュームがありましたでしょ、はい、その次の日にお嫁に行きましたね、そうですね、これは毛糸がものすごく艶がありますから、うん、すごくいい。